皆さんこんにちは、田中理恵です。今日はですね、田中理恵特典映像で今回はどんなことをしてもいいということでですね、今日は秋葉原にありますポコプレというメイドカフェでですね、このような格好をして、マリアさんのようなこの格好をしてですね、メイド長というのはどんなこう徹底したこうサービスをするのかということをですね、勉強するために、ちょっと今日は一日体験をメイド体験をしたいと思います。ではメイドの皆さんお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お指導のほどよろしくお願いいたします。では今から魔法のかけ方を教えます。はい、私がやるんで見ててください。はい、見てます。はい、おいしくなーれ、おいしくなーれ、萌え萌え、キューキラ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 。大丈夫ですか。はい、もう一回やります。じゃあおいしくなーれ、おいしくなーれ、萌え萌え、キューキラ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 。はい、これで3倍おいしくなりました。これで3倍おいしくなりました。はい、あ、もう一回もう一回、おいしくなーれ、おいしくなーれ、萌え萌え、キューン、キラ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 。これで3倍おいしくなりました。はい、わかりました。なんとなく大丈夫ですか。多分大丈夫だと思います。お願いします。あの早手のごとくは知ってますか。知ってます。あ、本当ですか。マリアも知ってますか。知ってます。あ、ありがとうございます。じゃあ早手のごとくじゃ知ってるということで、じゃあ三千院系完璧メイドマリア特製オムライス入ります。失礼いたします。オムライスの方は、はい、失礼いたします。お絵描きさせていただいてもよろしいでしょうか。お願いします。じゃあお絵描きさせていただきます。このサラスにこのまま20秒させていただきます。失礼いたします。では失礼します。はい、失礼いたします。いただきます。あ、さらに美味しくなるように魔法をかけてもよろしいですか。はい、はい、お願いします。じゃあ、はい、せーの、美味しくなーれ、美味しくなーれ、萌え萌え、キューキラ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 。これで3倍美味しくなりました。ありがとうございます。いただきます。はい、召し上がってください。お待たせいたしました。失礼いたします。あ、ありがとうございます。失礼いたします。お
声かけさせていただいてもよろしいでしょうか。はい、じゃあ失礼いたします。はい、失礼いたします。3番よろしくなる。お待ちの魔法かけても、魔法かけてもよろしいでしょうか。失礼いたします。せーの、おいしくなーれ、おいしくなーれ、萌え、萌え、キューン、キラ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 ーン。これで3倍おいしくなりました。ありがとうございます。メニューの方をかけていただきます。失礼いたします。本日のランチが、シーフードピラフになります。で本日の、ケーキの特選はですね、抹茶のロールケーキになります。あとスペシャルメニューなんですけれども、本日限定の3000円家の完璧メイドマリア特製オムライスとなっておりますが、いかがでしょうか。あ、本当ですか。ありがとうございます。じゃあ注文の方取らせていただきます。マリアのオムライス、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。メニューの方、あ、はい、もちろんです。ありがとうございます。メニューの方下げさせていただきます。はい、まあ、失礼いたします。入ります。あ、オーダー入りました。マリア特製オムライス一つお願いします。失礼いたします。お待たせいたしました。ご主人様、失礼いたします。お絵かきさせていただいてもよろしいでしょうか。はい、うい、いおまけ。あの、3倍おいしくなる魔法をかけてもよろしいでしょうか。はい、じゃあいきます。おいしくなーれ、おいしくなーれ、萌え、萌え、キューン、キラ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 ー。これで3倍おいしくなりました。召し上がってください。すごい緊張しました。一人で魔法をかけるのは大変だなって思いました。一人で魔法かけたよ。本当ですか。かけたよ。すごい緊張した。すごい緊張した。さっきファーってなってましたもんね。一緒に、はい、ちょっとね。あ、失礼いたします。すみません。お絵かきさせていただいてもよろしいでしょうか。はい、お願いします。よくいらっしゃるんですか、ここも。そうですね、はい。あ、そうなんですか。息抜きで。そうですね、ちょっと癒されます。そうなんですか。はい、癒されますか。はい、すごい。どうぞ召し上がりくださいませ。あ、全然違うのね。はい、お待ちで。3倍おいしくなる魔法をかけてもよろしいでしょうか。はい、では失礼いたします。はい、あ、何でしょうか、ご主人様。何やるんですか。あ、萌え、萌え、キューの部分だけ一緒にやってもらってもよろしいでしょうか。はい、はい、じゃあせーの、おいしくなーれ、おいしくなーれ、萌え、萌え、キューン、キラ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 ー。これで3倍おいしくなりました。ありがとうございます。じゃあ召し上がってください。はい、
リアさん。はい、そうです。もうマリアさん大好きです。ありがとうございます、はい、じゃあごゆっくりお召し上がりくださいませ。失礼いたします。スマホをかけるの忘れた。お客さん、あ、もう行っちゃうんですか。ど忘れ、ど忘れ。あ、ご主人様、どうもいらっしゃいませ。今日は、あ、ごめんなさい、ご注文の方を取らせていただきたいんですけれども、本日限定の3000円券の完璧メイドマリア特製オムライスがあるんですけれども、こちらの方いかがでしょうか。あ、ありがとうございます。失礼いたします。お絵かきさせていただいてもよろしいでしょうか。はい、失礼いたします。にっこり、にゃん、にゃん、にゃん、 L、O、V、E、ハート、はい、もう一個ハート、はい、失礼いたします。美味しくなる魔法をもう一度かけてもよろしいでしょうか。はい、これで100万倍美味しくなると思いますんで聞いてください。じゃあいきます。せーの、美味しくなーれ、美味しくなーれ、萌え萌えキュー、キラ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 ー。これで100倍美味しくなりました。ではご主人様召し上がってください。失礼いたします。入ります。お疲れ様でした。いや、すっごい楽しかったんですけど、やっぱり大変なんだなって、メイドのお仕事は本当に大変なんだなって思いました。オーダー取ったりだとか、あとここのお店だと魔法をかけたりとか、そういうのがあったので、魔法をかけるのって結構緊張するんだなって思いました。はい、あとお絵描きもさせていただきました。はい、あ、うまくいきました。結構ハートマークに顔を乗せてラブって書かせていただいたんですけど、結構上手に描けたんで自分でもちょっとびっくりしました。はい、まだ程遠いと思うんですけれど、ちょっとかじることはできたかなって思います。はい、うん、何点ぐらいだろうね。100点ですか。ありがとうございます。100点と言っていただけました、メイドの皆さん。はい、でも自分としてはまだまだだと思うので、まあ半分ぐらいで50点ということで、はい、つけさせていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。本当にメイドの皆さん本当にお綺麗で、もう本当になんか私なんかちょっと恥ずかしくて申し訳ないなって気持ちいっぱいだったんですけど、本当にお疲れのところありがとうございました。皆さんありがとうございます。では、また次回どこかの館でお会いいたしましょう。マリア役の田中理恵でした。またねー。